盛大で素晴らしい式典を開催していただき、誠にありがとうございます。新たな一歩を踏み出すことを誓い、精神代表の言葉とさせていただきます。令和6年1月7日精神代表の嬉しい気持ちがいっぱいで、お母さんとかお父さんに感謝だなって思います。なんかアルバムみたいのを作ってくれて、それも出の時にいただきました。看護師になるために看護の大学に通ってるので、でお母さんも看護師なので、ちょっとお母さんみたいになれるように看護師になるために勉強頑張りたいなって思います。綺麗な姿を見れて感動です。これからも少しずつ大きくなってくる。そうですね、やはり二十歳ということはやっぱり大人の、一歩を踏み出したということに責任感というか、そういうのをちょっと持っていきたいなと思います。新宅からの同級生で、久しぶり会ってめっちゃ綺麗になりまして、なんかやっぱ誰からも信頼されるような大人になれたらな、人の役に立てるような仕事に就きたいっていうか、人間になりたいなって思います。将来教員目指してるので、教員になれたらいいと思ってます。あ、そうですね、明るい先生になれたらいいと思ってます。穏やか、街並みというか、都会すぎず田舎すぎず、こうゆったりとした時間が流れていて過ごしやすいなとは感じます。夢に向かってまた一歩大きく成長したねと、これからも頑張ってねと背中を押されました。母から形になるんだから、もっと成長しなさいって強い言葉をいただきました。両親からここまでよく成長したねという言葉と、これからも自分の信じる道を歩んでほしいという言葉をいただきました。今日を迎えてまた大人になったなと改めて思うことができたので、自立していこうという気持ちを胸に今日はここにいます。2年前から成人式のプロジェクトに携わらせていただいて、やっと自分の代だなっていうのが感じられて、ワクワクするのと少し終わってしまうのが寂しいなという気持ちがあります。ここまで成長してきたことを実感する気持ちと、これからの将来に向けて期待とまた責任を感じながら迎えました。最後は一本締めで終わろうと思います。お手前